アイスコーヒーかな。ちょっとまた別聞いたやつで、うん、これ面白かったな、うん、これはニュートリション栄養学の、うん、ことを、ちょっとピンときたんですよ。手島さんがそれ最先端にやってた。なんで要は昔から今こうダルビッシュとかカフェインの入ってる電子タバコがあるんですよ、うん、これを吸ってる。でカフェインってダメなんじゃないの。いやいや、スポーツやるんでカフェインってある程度交換刺激を購入していかないとダメ、元気になるから。そうなの。だあれです、俺だけだ入ってるからダメだダメだってずっと言われてもやめなかった。いやいや、やるときやったんですよ、うん、でいや子供がカフェインとりすぎてダメっていうのはいろんなところで見られてるんですけど、大人はある程度交換刺激で、ほんで僕全部血液検査で、うん、お腹のクエン酸採取とか、どういう風なこうギアが噛み合わないからこういうみたいなのを入れるとか、うん、全部血液検査から処方してもらったんですよ。2、30万かけて、うんうんうん、その先生に行って、あのこれ一通り飲んだんだけど、うん、どうやってもこのキューピーコアゴールドが手放せないんですよって言ったんですよ。えっつって、その先生も、うん、いや僕の薬よりも効く薬なのありえないんですけど、うんうん、痛みがない、うん、じゃあ成分何入ってるんですかって言ったら、カフェインですね。ほんとだからレッドブルとかもそうですよ。カフェインがガーンと健康盛りに入ってるからグランと元気で、なんか飲みすぎてね、カフェイン飲みすぎてダメみたいな、あれリポビタンデーとか、カフェインタウリンもいいんですか。タウリン 1000mg 入ってリポビタンデー、うん、タウリンもいいんだけど、うん、やっぱり即効性にはやっぱりカフェインがあって、ダルビッシュもカフェインタバコっていうか電子タバコ、うん、で肺からカフェインに入れたけど、うんうんうん、それ吸ってたら、この他のメジャーリーガーの選手も、うん、俺もこれをくれる。インスタ出たから、ステマじゃないです、スケルスマーケットじゃないから、全然宣伝じゃないですって言って、ほんで、電子タバコにカフェインに行く。その最先端の今、メジャーリーガーが流行り出してるやつを、もう、手島さんといえばコーヒー飲んでるし、いや僕はもうコーヒーばっかり飲んでるから、カフェイン取り入れたら良くないってずっと言われてきて、いや、でもブラック、俺やめなかった。でもブラックですか。挙句の果てに最高の栄養学は、だんだん血糖値が15番ホール16番に下がってきた時に、あまり砂糖の甘いのがいくわけじゃないですか。糖尿だけ甘いの、あと血糖の甘い、糖尿の15番ぐらいで甘いの。だから血糖値は糖分を取ると15分でドーンといきなり血糖値が上げられる、うん、だけど1時間後はここより下がっちゃう。あだからそういうのが肌感で分かるわけです。職人中の職人で何も考えてない。もう全部 の、 あの言葉がこう響くわけですよ。僕はもうコーヒーだけど豆から買って部屋で吸ってたんで。あ、そうなんですか。でも缶コーヒー飲んでる。いや普段は缶コーヒーだって持ってられないじゃん。普段は自分でするやつと豆を、ね、いつもこだわった豆を買ってきて。どこの豆なんですか。いやそれ地元の福岡の何ていう豆種類。いやいやもう普通のガテマラとか。ああいやもう普通じゃない。分からん、イタリアンなんとかとか言って、まあ、ちょっと焦がしたやつ。あ、その人に聞くんですか。いやもうその人がもうそのアイスコーヒー用の豆って言って用意してるから。ああ、その人がうまいから買って、うん、あうまいから、そういろいろ店行ってうまいところの豆だけ買って試合もコーヒー飲んでみたいですね。でこうやってで、できれば氷はあのちゃんとあコンビニで買った水出しで。いやいや、こうしてお湯で落として氷入れてる。あこういうあのあれも持ってきてるよ。コップも、コップというかあのスタバのこの大きい、なかなか氷が溶けないような。じゃあもう大体もう一目散に帰るんですか。そう、部屋に、うん、回して大体回してコーヒー飲んで、コーヒー8倍で構えて下がってるなって。レッドでちょっと1杯飲みますけどね。あ、うん、あどんくらい飲むんですか。僕は生1杯と、まあ、あとハイボール飲むか飲まないけど、量は飲まない。アイスコーヒーの方がはるかに良い。手島さん、コーヒーはアイスなんですか。僕は基本アイスです。でもさすがに冬は無理、本当に寒いと。でもいくらちょっとぐらい、12月ぐらいまでだったらアイス、ずっとアイス。やっぱアイスコーヒーが好きなんですよ。アメリカってアイスコーヒー飲まないの、アメリカ人のアイス。そう、アイスコーヒーってバカかって言われて、今あるけどね、昔は飲まなかった。ハーフターンでね、パンとか、まあ、昔だったらカロリーメイトとか、はい、食べて疲れるというか、精神的にも15、16、17、18ってちょっと大事じゃないですか、頑張んないとみたいな時は、血糖値上げて。そう、なるほど。
なるほど、はい、あと、うん、職人感覚っていうと僕アンケート取ったんですよ、うん、でそれ手島さんにも協力してもらって、はいはい、朝起きてからホテルからゴルフ場に行くまでスタートまでの間 で、うんうん、でスコアが悪かった日に、うん、そこで起きた何か現象があれば教えてくださいっていう質問をしたんですよ、うん、だから手島さん何ですか、何ですか、ヒゲ剃って血が出た時って言ってた悪くない時ね、はい、これ本当にすごいよ、ヒゲ剃って血が出た時って悪いんですよこれ、ね、僕が研究した医学的にもドンピシャで、本当それ欲しかったのっていうコメントなんですよ。いやそれはね、もう本当でもね、それって結局俺は何だったんですか。いや、そのホテルにある安いヒゲ剃りで剃ってたの。もうそれホテルが 安いホテルの時ダメだと思って、そうなんか安いヒゲ剃りあるやん、なんか T の字でもうちょっとしただけでピチって違う、はいはい、あれでやって死ぬほど血出してゴールした時なんかもう絶対悪いって、もうだからヒゲ剃りはもう自分で顔決めて、あヒゲ剃りのもんだよ、そう、 そうじゃない、いやだから僕は4年間毎日朝血流測ってたんですよ、脈、うん、脈波で、まあ、自律神経活動って交感神経の活動がダメな時、うん、要は血流悪い時なんですよ。血流が悪い時は当然、うん、血出るはずなんですよ。あ、そうなんだ。え、食事でがんの？あ、あるよね、うん、なんか肌すべすべみたいな時でぐっすり寝れたとか、はいはい、なんか頭回んねんなみたいな朝あるじゃないですか。そういう時やるの？そういう時も血が出る準備ができてる。そうです。だからそういう時ってもう朝1時間前なのになんか支度がうまくできないなみたいな。はいはいはい。そんな時に多分血が出る。そうやるやる。まあ、必ずスコア悪いね。だからもう最終日の大事な時にプチッとかつけてたらもうテンション下がる。今日頑張らないかのにみたいな。そういうの。じゃあ優勝争いやり方とか、そのプレッシャーに勝つ秘訣みたいなのありますか？僕はもうね、とにかく弱いプレッシャーに。やっぱもっと勝ってたんじゃないかっていう自分でも思う時もあって、なんでそう思う？まあまあ緊張しい、まずすごい、まず人前でそんなに喋れるタイプ実はなくて、あとあのプロの今でも覚えてるんだけど、みんなの前でめっちゃ喋ってる。いや今はあれやけど、あのそうプロになって今でも覚えてるけど、水野東京ね、あそこで朝名前呼ばれてティアップするチーにボールが取らないと手が震えてる。どうしよう、両手で押したもん。今でも覚えて恥ずかしいけど、かがんで。もうこうできないの。もう こうやって乗せるぐらい緊張しい。狭いからそういうもんね。東京国際。一番難しい。まあ、どっちにしても、まずプレッシャーに弱いタイプだと思うんですけど。でもなんかね、コースコンディション難しくなればなるほど、手島さんの名前クイ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 って。多分それはまあ、ショートゲームがうまいから、うん、まあまあ外して、あと耐えるゲームゴルフは好きだっていう、何が行くなら、ね、ドローヒッターだからボールのスピンが少ないから、あ風が吹くと球、うん、散らないし、強いところで強いところ、そうそうそう、そういうことだから、うん、まああんまり楽な、なんかワイドオープンね、あんだけ飛ばすとかスピンみたいなのはよりは、そういうグリーンが使って硬い方が絶対いい。最後までご視聴いただきましてありがとうございました。チャンネル登録、いいねボタンよろしくお願いいたします。次回をお楽しみに。バイバイ、ありがとうございました。